はい、皆さんこんにちは、リアルです。ちょっと今、飯食ってるんで、今日ですね、今日、2011年12月17日、まあ、とあるものが発売しましたね。まあ、お知りの方も多いと思いますが、プレイステーションビータ、 PSP の後継機ですね。まあ、そちらの方ですね、もちろん買ってきましたんで、そろそろ、開封動画したいと思いますね。はい、まあ買ってきましたよ。まあゲームハードの発売だったらやっぱ買うしかないでしょ。これ見て、これ袋こっちね。早速だけど、こいつが本体にありますね。プレイステーションビーター、ちょっとこっち置いとこうか。プレイステーションビーター、ここ見て、 3GWiFi、 3G モデルですね。はい、うん、まあ、ソニーの、まあ、プレイステーションマークね。はい。で、ドコモ通信、今すぐに使えます。プリペイドプラン 100H ということですね。まあ、それがついてますね。あの、初回限定で100時間使えるプリペイド式の、SIM カードがついてるらしいです。はい。他ここを知ってしようかな。でね、ちょっと待って、後ろに、ね、ちょっとね、あれが書いてあるから、ちょっとなんか隠そう。iPhone でいいや。あのね、こういう、あの、後ろに、あの、周辺機器の宣伝みたいなのが載ってますね。はい。ここに、あの、保証書のなんか、ハンコみたいなのを押してあって、これ見られると、場所が特定される可能性があるんで、ちょっとやめますね。はい。というわけでね、早速、開封していきたいと思いますね。これ、どっから開けるんだ？あ、こっからね、こっから開けるやつです。ここの封を置いてっけ。あったあった。あったナイフ。で、開けたいと思います。はい、なんかテープずれてるな、なんか横に。まあいいや、よいしょ。あれ切れねえ、なんでだ。あれ嘘だろ。あ、切れた、よいしょ。で、ちょっとここにも、刻んでと、よいしょ。あ、そうか、縦にも入れないといけないんだ。くそ。あ、保証書のやつ映ったかな。まあいいや。はい、あ、開きましたね。はい。で、こう、どう開けるのかな。あ、こうだね。ですね。さっと、お、Welcome to World of PlayStation。 ようこそプレイステーションの世界へ。クイックスタートガイドプレイステーションビーター、というわけでね。はい。どうすればいいんだ。こうか。え、こう。おう、こうだね。うん。で、クイックスタートガイドとかありますね。うん。クイックスタートガイド。ね。まあ、中身はこんな感じになってますね。まあ、説明はしませんけど。お、来ましたよ、こちら。おー、来ました。こいつですよ、こいつ。早速。さっと、うわ、来た。これだよ、これ。プレイステーションビータ。おー、顔映る。まあいいや、めっちゃ光沢あるな。おー、すげー。まあ、ソニーのね、まあ、プレイステーションビータっていうわけでね。まあ、大きさは iPhone と比較するとこんな感じですね。おー、顔映るぞ、マジで。やべえな。で、ライバル機である 3DS と比較すると、うん、こんな感じ。まあ、でかいですね。で、まあね、あの、おなじみの皆さん、まあ、持ってると思いますが、持ってる方も多いと思いますが、PSP と比較するとこんな感じ。PSP よりちょっとでかいかなって感じですね。はい。というわけでね、裏面、光沢がありますね、非常に。タッチパネルになってるらしいですね。で、ここになんか、あの、くぼみみたいなのがあって、ここにカメラですね。カメラありますね。ソニー、モデル PCH1000 って書いてありますね、ここに。プレイステーションビータ。この反射をどうにかしてほしいな。まあいいや。で、ここ十字キーですね。あと、アナログスティックが2つありますね。あの、前みたいなアナログスティックじゃなくて、こういう、何か横にずれる式じゃなくて、あの、プレイステーション、じゃ PS3 みたいな感じの、この、なんていうの、こういう感じの、アナログスティックになっております。はい。これはもうおなじみの、あの、ボタン4つか、4つですね。で、ここになんかカメラみたいなのがあるんですよね。これが内カメラなんですかね。はい。あ、やべ、顔映る。まあいいや。
ここに LR ボタンがありまして、上にボリュームボタンのプラスマイナスと、これ電源かな、あとこれビータって書いてあるから、ビータカード入れるところなんだろうな、これビータカード入れる場所で、横がもう一個あるんだけど、これなんだろう、あ、横がこれ USB かなんかかな、わかんないけど多分 USB かなんか、よしっていうわけでね、こんな感じ。下は充電するとこと、あとあのステレオ、あ、シリアルナンバー見えちゃう、まあいい、シリアルステレオジャックみたいなのがありますね。まあ、付属品の方は先にご紹介していきましょう。で、これはコンセントのケーブルですね。AC アダプター、あとこれあの PSP GO とかにもありましたけど、 USB ケーブルの充電のやつですね。はい、どこもつながるって書いてありますね。プレイステーションビータ対応、 3G 通信プランご利用案内つながる。はい、他は何も入ってないらしいですね。うん、これだけ。確か SIM カードはもともと挿入されてたはず。あれ SIM カードってどこだ、あ、これかな、もしかして。ここにちょっとなんかあるんですけど、あ、違う、なんだこれ、あ、これがあれかな、あのメモリースティックじゃなくて、なんだ、あのビータのメモリーカードかなんかのとこかな。うん、で、SIM カード、あ、これが SIM カードか。あ、そうだ、これが SIM カードだ。これ SIM カード入ってますね、これ、中身。で、まあ、あえて出しませんけど、はい。というわけでね、まあ、こんな感じで、ビータの本体の方をご紹介しましたけど、他にも、まあ、買ってきたものがあるね、そちらの方をご紹介。まあ、周辺機器なんですけど、まあ、こちらは、まあ、あの、PS ビータ、キャリングポーチのブラックですね。また反射がひどいな、これ。PS ビータって書いてありますね、はい。うん、まあ、こんな感じに入れられますよってことで書いてありますね。はい、時間がないので先行きましょう。あ、違う、なんかこれカードもらったんですよね。なんかこういうプリペイドプラン 100H 伝票カードみたいな、これはまあ取っとけって言われました、店員さんに。他はあった、これ。まあこれ必須ですね、液晶保護フィルム。まあなんか多様、まあいろいろ、まあ日本語だの、英語だの、まあ中国語だの書いてありますけど、まあね、プレイステーションビーター用の保護フィルムになります。はい。時間ないですか、先行きますね。買ってもさっさと行きます。で、これが、あの、あれですね、プレイステーションビーター専用メモリーカード。8ギガ買いました。あの、ね、ちょっと高かったんで、36、32が。まあ8ギガでも大丈夫かなってことで8ギガ買いましたね。はい。これ保証書と書いてあるの、保証書の反抗してないの、まあいいや。これね、めっちゃちっこいですね。思ったよりめっちゃちっこい。マイクロ SD ぐらいかな、多分。マイクロ SD ぐらいの大きさだと思いますね。はい。まあ、これに動画とか音楽、入れたりしますね。で、買っていたゲームソフトはこちらです。はい。リッチレーサー。まあ、おなじみですね。まあ、3DS の時もリッチレーサー買いましたね。大抵リッチレーサーってあのゲームハード出ると同時にまあ出るんですけどね。はい。まあ、セロ判定は A。で、メモリーカード別必須って書いてますね。まあ、バンダイナムコゲームズってことで、ね。まあ、こんな感じのゲームになります。はい。まあ、詳しくは公式サイトなどを見てくれるといいです。はい。というわけで、早速こちらの方起動していきましょうかね。ブートアップ。あ、ここに、プレイステーションのあの、ホームボタンもありますね。はい。で、スタート、セレクトですね。遅い。で、ここにあの、スピーカーみたいなのがあります。あ、やべ、あと1分半しかない。早速、パワーボタンを押していきましょう。パワーボタン、オンと。これってつかないパターン、最初は。バッテリーの充電がないからつかないのかな、最初は。あ、ついた、お前らついたぞ。プレイステーションってことでね。ちょっとめっちゃ顔が映るから、ちょっと上に上げれないんですよ、これ。あら、ソニー、モバイル、あ、すげえ、めっちゃ綺麗じゃん。ソニーコンピューターエンターテインメント。あ、顔、真面目に映ってる。顔が真面目に映った。まあいいや。なんじゃこれ。あ、なるほど、なんか。なるほど。言語を選んでください。もちろん日本語ですね。ジャパニーズですよ、ジャパニーズ。次へ。時間は東京で大丈夫ですね。2011年の12月の9、17ですね。あれ、ちょっと操作しづらいな。17。ほんと時間ねえんだから、もう0時でいいや、もう。次行きましょう。次行きましょう。はい。ああ、もう時間がないよ。あ、もうこんな感じ、もういいですね。まあ、こんな感じでタッチパネルで制御です。すっごいあのグラフィックが綺麗です。PSP と比べならんぐらいに。はい。まあ、というわけでね、今回はプレイステーションビータの方をご紹介しました。
はい、それでは早速遊んでみたいと思います。はい、皆さん、それではさようなら。